松本徹は、日本の英語教育家、アメリカ改革派、日本女子大学講師、ペリス女学院大学教授。1934年に初めて開かれた第1回日米学生会議に、日本側代表として出席。開会演説を行うとともに、政治経済部門の議長を務める。1935年、第2回日米学生会議に出席。 同年9月ニューヨークのユニオン神学校に入学。1944年ニューヨークマーブルカレージへと教会にてアンシュレイを受け教職に入る。戦後 NHK ラジオ英会話の講師を21年間務めた。戦後 NHK ラジオの英語会話を最長不当の21年間担当したことから英語教育者として認識されているが、 本来アメリカ改革派協会の牧師であり、アメリカのミッションから戦後明治学院に派遣された宣教師である。それゆえに、専門は教育心理学である。英語教育者としては、英語で考えるシンクインイングリッシュを提唱した人物として知られているが、そもそも英語で考えるとは、戦前文部省の顧問として来日した英国人ハロルド・イ・パーマーに遡り、 松本徹のオリジナルではない。英語と日本語は統語的に異なる言語であるから、両者を同じ回路で使用してはならないという考えが松本徹の本来の趣旨である。言語学者の大津幸雄は松本徹のその考え方は定義が曖昧である限りにおいて英語教育の指標として適当ではないが、英語で表出する際文法を考えながら、 英語を組み立てるのではなく、ほぼ無意識に文章を作り出す、自動化を意味しているのであれば、正しい考え方であるとし、また、第二言語習得理論の専門家の白井康弘も、インプット理論から見て、松本徹の英語学習法における主張には、一定の妥当性があると述べている。キリスト者としては、アメリカにおける自由主義進学、および世界教会運動につながる、 東教,教派主義の影響を強く受けており、キリスト教社会主義に近い立場をとっていた。アメリカ滞在中は、学生キリスト教運動の指導的立場で活動し、戦後は、教育、建築の両面から、母校明治学院の再建に関わった。ありがとうございます。